ここでお主に頼むんだが、応分の礼金は出す。望むなら当家の仕官も考えてもよい。俺は高いぞ。200石。話にならん。300石。桁が違う。では500石。おしとけ。1000石でどうだ。1000石。アキンドの身でそのようなことを約束できるのか。ただのアキンドではない。この藩はわしの財力で持っているようなものだ。藩士の禄高、役職などどうにでもなる。どうだ、この村雨瑞賢同様、わしの懐刀になってはもらえぬか。差し当たっての仕事は千早を探し出すこと。錦鯉一匹に何もそうまで。恋ではない、娘の方だ。まあ考えておこう。確かにこの恋だ。おい陣内。おう殿様。どうした、やに真剣な目で眺めておるな。何か心当たりでもあるのか。いや、なかなかうまそうだと思ってさ。おい、おう清徳。何をそうプリプリしておるんだ。どうも消せ。国野郎は娘を追っちゃって恋探しに躍起になっておる。俺も頼まれてみたものの、どうも気が向かん。俺は娘探しを頼まれた。もし守備よく行けば千石で仕官できる。千石？どうやらこの仕事はお主にうってつけのようだな。役割を交代しようか。おう、願ってもない。だったら大黒屋行って売り込んでみるんだな。俺の名を出せば話が通じる。よし行こう。何、千早を見かけた。場所は定かではないが、近くの山中にいることは間違いない。得体の試練を男たちに捕らえられとった。すぐに連れ戻してくれ。人では何人でも出そう。俺一人でいい。その代わり戦国で仕官の件は無論だ。言うまでもない。よし、早速取りかかろう。そうだ、仕官の衣服一式用意して待っていてくれ。ああ、よし。あの男一人に任せておいて大丈夫ですかね。うん、村雨さん、何人か引き連れて後を追ってくれ。承知した。よし、うん、そう、よし。お、泥棒だ。お、お、逃がした。おい、蹴れば出がれこの野郎。出がれこの野郎。舐めやがってこの野郎。このガキ、やめたら。待て待て。このガキ不定やるなんて、大黒屋の恋を盗もうとしてやがった。まあここは私に免じて許してやってくれ。旦那がそういうなら仕方がねえ。おい、二度とこんな真似しやがったらさらじゃすまねえぞ。おい、どうした、しっかりしろ。どんな事情があるにせよ盗みはよくないな。うちまで送っていこう。さあ乗れ。よし。痛いか。ん、よし。大黒屋の恋を盗もうとしたらしい。いや、またか。もうあれほど止めておいたのに。何か深いわけでも。私で力になれることなら。いえ、あ、旦那様。矢坂平四郎です。私は国家老の別所頼むです。この子を助けていただいたそうで。いや、ただ送り届けたまで。あちらで一向にいかがですか。弥助、酒はまだあったな。ご覧の通りの貧乏状態でしてな、何のお構いもできませんが。しかし国家老ともあろうお方の屋敷がこの有田までは。いや、今や藩の財政は莫大な赤字を抱えて身動きが取れません。家老といえども6枚などあってなきが同然。しばらくはこの暮らしが続きましょう。まあ大黒屋に身も心も売り渡せば別ですがな。
大黒屋か。これでも昔は豊かなものでした。さして米の取れる土地ではないが、農家それぞれに鯉を育て生計を立てていた。ところがそれに目をつけた大黒屋が金に焼かせてため池を買い占め、鯉の利権一切を握ってしまった。この半年、私ですら鯉などを口にしたことがない。それであの健太という子は。いや、そんな生優しいものじゃない。早くに両親を亡くしましてな。それが不憫だと、妻が我が子のように可愛がっておりました。奥方が。安家、安家、ちょっと失礼。どうした、タス、苦しいのか。お客様のようですね。すみません、何もして差し上げられなくて。いらぬ心配をするな。見苦しいところをお目にかけてしまった。いや、老害でしたな。胸の病には恋の生き血が効く健太はどこかで聞き及んだのでしょう。なるほど、そうでしたか。その心で思うと、むやみに叱りつけるわけにもいかず。お察しします。動かろう、動かろう。ただいま江戸表より早見客がつきました。献上越えの催促か。殿が首を長くして待っておられると。大黒屋には掛け合ったのか。知らぬ存在の一点張りでして。そうか。あなた、どうした、タズ。やはりあなた。明日腹をつかまつる。恋の代わりにこの首を届けるしかあるまい。あなた、わしが身を処せばすべて肩が藩は安泰、千早のことも案ずるに及ばぬ。ただ一つだけ気がかりなのはお前のことだけだ。私のことでしたらご心配くださいませぬよ。何とぞ武士としてのご本分を全うしてくださいませ。